こんにちは、つづりさキッチンです。今日は番外編で、お料理とはちょっと関係ないんですけれども、私がパリで一番好きなデパートのボンマルシェに家族で行くのを Vlog に撮りたいと思います。ボンマルシェは、子供の洋服から女性ものも男性ものも家具も食材も本当にセレクトがとってもセンスがいいので大好きで、日本の方もこれからまた旅行ができるようになったら、ぜひお土産にもいいものがたくさんあるので行ってみていただきたいなと思うところなんですけれども、そこを紹介したいと思います。で、今パリは一応外出禁止ではないんですけれども、夜だけ門限があるんですけど、でもやっぱりカフェとレストランはまだ閉まっていて、なのでやっぱり街歩きってなると子供と一緒だと難しいので、こういうボンマルシェみたいな商業施設に行くことが多いです。で、やっぱりレストランが空いてないので、今日も私たちはお家ですごく簡単にランチをして、これから出かけるところです。では行ってきます。これとこれのセット、どっちがいいですか？選んで。こっち？ OK。 じゃあこれ着よう。はい、ではやっと出かけられそうなので行ってきます。年末なのでやっぱり人が少ないですね。トゥーアンチコビット、みんなでコビット戦おうって書いてます。パリの冬はですね、すごく空が毎日毎日結構グレーです。グレーなんですね。あんまり晴れないみたいで、子供はビタミン D 不足になるからビタミン D が処方されるぐらいなんですけれども、私はね、この哀愁たっぷりのパリも好きなんですが、普通の人はあんまり好きじゃないみたいですね。日本だと電車に乗ることとかも多かったんですけれども、パリでは基本的には徒歩で移動しています。なんか街並みが綺麗だし、結構パリはすごく街が小さくて、どこにも結構徒歩で行けるのですごくよく歩いています。こんな感じで晩鐘とかを出しているお店もあって、テイクアウトなら営業が OK みたいです。やっぱりレストランが開いてないから結構お昼時は空いてるね。パリは結構至る所に綺麗な広場とか公園があるので、季節がいい時はピクニックしてる方がたくさんいます。なんか冬はこうやって芝生が閉じられてしまってるみたいですね。おいしい？ベビーカーに乗るのが嫌ですごく泣いてたんですけど、イタリアンのグリッシーにこの細長いサクサクしたものがすごくハマっていて、甘くもないし結構揚げやすくてよくて、うまいね。周りのお友達もみんな買っています。あ、クチュームです。これすごく好きなカフェで、今ちょっとテイクアウトだけですけど、子供も一緒にいてもすごく優しくしてもらえて、とっても雰囲気のいいカフェです。パンケーキと、あとは普通に飲み物類、オーツミルクのラテとかもすごく美味しいです。子供のバレースタジオです。かわいいですね。終わってるんですけど、素敵なクリスマスデコレーションはまだ続いています。
暖かく積まれています。私が一番好きな子供服のボントンです。でも結構高級なのでセールを狙っています。日本の確か板橋区だったかな、発祥のシルバニアファミリーはパリでもすごい人気です。ここもすごくパリらしくて可愛いです、ね、日本にも何でもあるけれどもやっぱパリはおもちゃがすごい可愛いですね。みたいな感じだね、もう、ね、だいぶ夏ですね。なんと私の大好きなウカが入ってました。びっくり、買いたい、嬉しい。シャンプーとかもあります。日本で使ってました。早速もう結構水着コーナーが充実していていいですね。来年はみんな旅行できるといいですね。今年か、2021年。すごくパリらしくて人気のあるセザンヌですね。本当にお土産とかにもすごく喜ばれるブランドです。パリジェンヌもすごく好きみたいで、いつも混んでますね。今観光客の方いないけど、ちょっと今空いてるけど、可愛らしいカジュアルで普段使いしやすい感じが人気なんでしょうね、きっとね。ファッションコーナーの中にある、化粧品コーナーは割と新しいものがいろいろ出ていて、どんなものが今着てるのかなって見るのには一番いい場所かと思います。化粧品コーナーです。通り場のすぐ横にあるローズベーカリーのカフェがとてもいいんですけれども、閉まってます。これです。これがジンジャービール。これもオーガニックらしいです。生き返るね、これ飲むとね。テイクアウトしたものなので、こうやって端っこに立ってテイクアウトしたものを飲んでます。すごい美味しくて気に入ってて、いつも私はこれを飲んでます。本屋さんだと英語で書かれている本が見つけられなくて、このイングリッシュブックスのコーナーで探しています。日本の料理もある。これはレバノン料理かな。作りたいですね。
これは。こちらのは？素敵です。アート本のコーナーね。寿司職人っていうのがあるよ。本当だ。フルフィーコーストとか、あ、マイアミビーチ、サントロペ、ミコノスミューズ、写真集だね。カプリドルチェビータがいいな。カプリドルチェビータいいね。いいね。見たいねこれ。かわいい。ここのキャンドルは日本に売ってないですよね、珍しく。我が家にも1個あります。品揃えがあんまり良くなかったので、歩いて12分ぐらいの店舗に来てみました。楽しみ。帰りましょうっていう感じなんですけど、まだ門限があるのでボンマルシェでお惣菜を買って帰ります。同じことを考えてる人がたくさんいるみたいで、なかなか中に入れません。家に帰ってきました。結局ボンマルシェのお惣菜はみんな同じことを考えていて、結構品薄になっていていいものがなかったので、今は、一風堂パリのデリバリーを待っているところです。とってもありのままの我が家の休日だったんですけれども、お楽しみいただけてると嬉しいです。見てくださってありがとうございます。